1,2ブタンジオールは化学式方法に CHCH2CH3 で表される有機化合物である。ビッグダイルに分類される。2位の炭素がキラール中心であるため、1,2ブタンジオールには1体の共造異性体、すなわち、マイナス1,2ブタンジオールとマイナス1,2ブタンジオールとが存在し、これらはいずれも光学活性を有する。ただし、 通常は、光学分割されずに、これらの投量混合物である、ラセみたいの状態で用いられる。なお、1、2ブタンジオールのラセみたいは、常温常圧において、無色の液体として存在する。1、2ブタンジオールは、1、2、エポキシブタンの水和により、工業的に製造されている。1、2ブタンジオールは、ブタジエンからの1、4ブタンジオール製造の際の副産物である。 また、デンプンやソルビトールなどの糖のエチレングリコールやプロピレングリコールへの接触水素化分解の副産物でもある。1-2ブタンジオールは1859年にアドルフ・ビュルツによって最初に述べられた。1-2ブタンジオールに関してポリエステル樹脂及び化素材の製造の特許が取得されている。1-2ブタンジオールは いくつかのアミノ酸の先具体であるアルファ、ケトラク酸の工業生産のための潜在的な原料である。ラットに蛍光投与した場合の LD50 は16であった。ありがとうございます。